ます、琵琶湖です。さあ、波物語、今回もやってまいりました。皆様、健やかにお過ごしだったでしょうか。今日は7月17日ということで、海の日とございます。ね、今日はね、7月17日、災害級の暑さということで、朝も救急車何台か通っておりました。暑さはこれからも続きますので、皆様、水分補給、それから適度なクーラー、そちらの方をつけて、元気に過ごしてください。はい、どうもおはようございます。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ実践スタートです。はい、では早速打っていきたいんですけど、今日はなんと禁断の魚群 100% にしてしまいました。なんかコメントで魚群 100% にしてほしいっていうのが結構あったんで、波が分かんなくなっちゃうんだよな。なんで魚群 100% にしたか、なんで強気に行こうと思ったのか、強気というか波分かんないから魚群 100% はしない宣言をしておりましたけど、実はですね、先日、相模ので打たせていただいた前回の近江5の収録の後、相模野駅での待合室でちょっと荷物の整理をしてたんですよ。で、ちょっと頭がぼんやりしてたのもあるんですけど、待合室横のこの椅子と椅子の間にこのちょっと左右テーブルみたいなのがあるんですけど、そこに私財布を置いたんですよ。カバンの中を掃除してて、でそのまま家に帰って、でご飯何作ろうかなと思ってスーパーの大関があるんですけど、そこ行ってまあ適当にこう食材買って、レジでポイントカードありますかって言われて、あ、ありますありますって言って、ポイントカードを出そうと思ったら財布がなくて、そこで自分があの待合室置いたことを思い出したんですよ。うわーってなって、で相模の駅に電話したんですね。ネットで調べてありますかって聞いたら、ないって言われたんですよ。やっぱないですかって言ってて、すいません私高見沢って言うんですけどって、まあ高見沢あの偽名ですよ、高見沢って言うんですけど、あったら連絡いただいてもいいですかって言ったら、高見沢さんみたいな、届いてますよって言われたんですよ。えーってなるやん。いやマジで、えないですねって言われて、あそうですかって電話来てたらどうなったんでしょうね。それがすごい不思議っていうか疑問なんですけど、で取りに行って聞いたら駅員さんが見つけてくださったみたいで、で帰って取って、あの駅員さんにありがとうございましたって言ってことで、私は一回り大きくなりました。あのちょっとやそっとじゃ怒らなくなりましたね。あの巨人が今連敗してるんですけど、まあいっかみたいな。あと、あれからそう、刑事を打ったんですけど、まあ、現場終わってから刑事打ってて、7万ノーヒットとか、まあ、いっか、みたいな。で、7万ノーヒットの後の台が見たら、なんか、一撃2万発出てて、ふざけんなよっていつも思うんですけど、まあ、いっか、みたいな。割と、こう、心が穏やかになるので、まあ、皆さん一回財布を落としかけてくださいとはよう言わないですけど、そんな1週間だったってことです。1週間とか、あの相模 の1日で私はちょっと悟りを開きました。来ました、本日初の、ちょっと反応しない反応しない、はい、脇は処理してない方、
でも相模の駅の駅員さん本当にありがとうございました。魚群 100% やっぱり、あ、いやもう1回当たるまでこのままにしよう。財布出てきたし、来た3回目、あーセンター 3-4-1 お願いお願いお願い、私これ見れたらね、あとリンの花嫁姿さえ見ればもうね悔いはないんだ。1-1-1、あーあーネッシーじゃない、そうまだまだセンターがここに1が止まればいいんだよ、1がタコが 3-4-1、あー違うー、ダメだーダメだーダメだー、まあ財布出てきたし、今日のキーワードは財布出てきたしになります。出ないよ、ちょっと普通にしてこれにしよう、これにしてみよう。魚群 100% ここって普通、ひっそりこれにしました。えい、500、ゴールしました、ありがとう、ゴールイン、裏かよ4かよ。やっぱあれだね、魚群 100% ってやっぱちょっと嬉しいですね、出たら。ただ裏サメが来た時点でちょっと、もう一丁、ありがとうございました。よし、表だ、取りすぎろ、永久欠はいらない、そう、 OK OK、 いや逆に100番悪くない悪くないね、魚群 100% も悪くない。今だって4取り過ぎた時点でガッツポーズできたんで、だってね 50% やったら4でいいってなっちゃうから、よーし魚群来い、あーやめてーやめてーやめて、あーチャンスアップが何もない、名炎とかない、かわせかわせ、逃げろ、よしよし、いやいいでしょ、そんなことない、ショックじゃないです、全然ショックじゃない、おっおっお、たまらん、たまらん、あーたまらん、あーもうこの時点で当確です、当確です、私リアコ当確いたしました、当選おめでとう。あータコがでっかくなっちゃった、合格っていう言葉いいね、選挙でよかな、
また曲お願いします。あーやばい、2回転それはやってない。そう、曲出ちゃう、出ないよね、してたしてた、結構です。え、嘘でしょ嘘でしょ、ノーマルで。いやー、じゃあ金魚群でよかったんじゃない。よし、お料理だったんですけど金魚群出なかったですね。ありがとう。先生、私琵琶湖7月17日海の日、本日は魚群 100% で最後まで打ち切ることを誓います。2023年7月17日ババア海打ち代表琵琶湖。なんかね、この間モルモンさんとお仕事一緒だったんですけど、その時になんかそのカスタムの魚群じゃない海のカスタムの話をしてて、そしたらね、ガイドの国彦さんっていうパチンコプロのパチンコ上手な人がもう海好きみたいなんですけど、お会いしたことないんですけど、その人はね、魚群出ないをやるそうですよ。で、魚群出ないって何が面白いんやみたいな話をしてたんですけど、やっぱり、ね、泡でいちいちドキドキできるんですって。と思って、さすがに魚群出ないは私はやんないですね。どんなにコメントでやれよババーって書かれても、例えば原監督がいやー美役ちゃんの魚群出ないやってほしいねみたいなことを書かれてもやらないです。それは宣言します。海打ってて魚群見れへんなんて絶対嫌や、絶対嫌なレベル。なんだろうな、他にお寿司食べてて日本酒飲めないとか絶対嫌、あと絶対嫌でしょ。あ、来た。あー、67か。あと、川瀬孝太郎。あ、絶対嫌なシリーズ。まあ、お寿司食べて日本酒飲めないこと、あと酔っ払っ、どんなに酔っ払ってても風呂入らず寝ることが絶対に嫌です。絶対嫌なことだから何があるかな。私コンタクトなんですけど、コンタクトつける、あっ、ありがとう。でも絶対じゃないな、ちょっと考えます。それぐらい魚群出ないをやりたくないっていうことです。お願いします。あ、やべえ、あ、そうセーフ。絶対嫌なこと、アンチ巨人の人とリンが結婚すること絶対に嫌。その3つかな。日本酒が飲めない、お寿司は食べない、絶対に嫌、ね、お風呂入らずに寝ることも絶対嫌、アンチ巨人の人と結婚することも絶対嫌。これが絶対です、私の。要は 100% です。あー、もう来ちゃった。ちょっと待って、ごめん、許し、あ、ふぅぅ、あー、あか、知ってた、知ってた。にも、あ、これ当たりやん、これ魚群やもんね。素晴らしい、見ました、今のニモの上にあるんだ、魚群っていうか魚群がいましたね。まあ、私47歳だし、まあ、こんなんなんで、まあ、次の人と出会えるかどうかわかんないですけど、もう条件は絶対それですね。家帰ってすぐってか寝るまでにお風呂に入ってくれる人ですよね。元旦那がね、入んなかったんだよな。あらー、腰だ。
あーダメだ、まさかの炎目ないよ、こらダメダメ、いけ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 、まあいいでしょう。お、なんと払い出し1万発超えております。これで私琵琶湖まくりました。7連チャーのあの太い連チャーした後のね200まではね、えなあ、いやあの本当にそうなんですよ、様子見た方がいいんですよ。悪い顔してんなこのカニ、言ってみても悪い顔してる。ありがとうございます。142回転9が取りました。だってもうこれで皆さん言ったら3000ボーナスなんですよ。やっぱ海はすごいよね、奇数が当たっただけで3000ボーナスプラスアルファプラス時短なんですよ。ダメな方でも1500プラス時短100ですよ。いやこんな甘いだないって。戻し3個あああああらららら、しかもノーマンやめて、あ、音符先生、音符先生ってどうなんだろう。はい、あーやっぱそうか、そうだね、あ多分音符先生だからあのまま行ったらあのままノーマルでも昇格してたと思う。あー香りが出やがった。あの音符先生止めたかったな。かわせバカ、まあ、永久欠番やから許しましょう。でもビッグプレミアム多めにしてるからやっぱサムは出ないのかな。通常サムほんま出てくるのかな。いつかサム出してみたいですね。サム出た、やったやりました、ありがとう。あそこで私もう一回出たの初めてよ。大体なんだ、ビャンビャンビャンみたいな告知になるやん。嬉しい。これ8やな。あ、よしよし。っていうことは外れてるってことか。あららら。顔真似します。やだ、あー音符先生、あ、ダメだ、あー、うらったー。いいでしょ、あー松本さん、いい時短だこれは。
戻すね。ダメだった、おかしいな。しかしこの映画シュールすぎんだよな。企画会議とかでどうしましょうみたいな決めんだよね。クリスタルの中にパール入れてみたいな、そこ見てみたいよね。大の大人がすごい、あのいろんな案が出てくるんですよ、きっと絵コンテみたいな。没作を見てみたいですよね。でもこれ今魚群 100% にしてるじゃん。一撃確定とかあんのかな。すごいね、海満台だ。もうクリスタルがずっと世界怒ってばかりですよ、このブラ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 みたいな。怒ってんすよ、ブラ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 。なんでいちいち押さなあかん。危ない。あ、遅れてへん、遅れたぞ、今遅れた遅れた遅れた、外れは遅れたって。ほんまにほんまにほんまに、多分スーパー行くよこれ。ほらボタンでかかった。やりました。遅れてましたね、ありがとう。ボタンでかかった。そう、1回転前があの遅れてました。外れ目を遅れ417回転、7が当たりました。やった、高見沢さん誕生日や。4月17日です。お願いします。さあ満月来い。そのためにクリスタルにしたようなもんや。あーちょっと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 、そう、お、10回転駒で当たりました。あー来ちゃった。あーダメだった、満月出るに終わっちゃう。止まれ。あー満月出るずに終わった。まあいいでしょう。終わっちゃった。人生あ、いいこと考えた。あ、来るかも。あ、来た来た、ウリン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 。あまだまだ、もうまだやってやってば。だから今さ、私玉を 100% にしてるじゃん。だからトレジャーにして、全長少なめ、これでクラゲ出たら結構楽しいんじゃないっていう。とりあえずチャンス目待つか。でもいよいよスマートパチンコで海が出るそうですね。すごい楽しみです。350の海っていうとあれだよね、ここにドラムついてるやつなんだっけな、
ゴールド、ゴールド、プレミアムメモタルゴールド、これ多分ね350だと思うんだよ。そうだよね、イエーイ、覚えた。ここにドラムついてる。あれお勉強の時に2000ハマったよな、ひどかったな。私パチンコだけは記憶力いいわ。本当先も出ないね、少なくしたら。あっ、くー、惜しい、惜しい。これ魚群 100% のねクラゲ結構燃えますよ。遅れた、近い。いや遅れる台はあの状態的には悪くないと思います。さんやっぱすごいね、深いわー、深い。カスタムを使うことによってさらに深くなったね、すごい。来た、あーリーチか、出やんなー、ここだ、当たった。じゃあ魚群出てくれたらよかったのに。任務完了、このまま行きます。イメージね、チャンス目から、できました、イメージは。あれなんだよ、あれ出たら偉かったやろうか。やりました、やりました。ちょっとイメージは違いましたけど、なんか痛そうやねんな、このプレミア。いつもこれこう、うわーって持ってかれた、浜主寄れちゃった、うわーって持ってかれそうな感じやん。ない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 
じゃんけん、じゃんけんしよう。グー出すから。はい、きた、マジきた。あれがどういう役割なんかよく分からへんねんな。いくよ。はい、多分磁石じゃない、方位磁石みたいなやつって強いと思うんですよ。今スーパーだったし、だからさっきのは当たりの格変だったんでしょうね。ちょっと極めましょう、この夏。いやー、この魚群 100% でや出したい、出したいね、あのクラゲからのドーン。あ、来た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 。あーつ、2回、もっちょもっちょ、さあ、2回5、6でドン、そう行くよ、みんな。はい、ダメだ。あー、ちくしょう。いや、私もショックやで。いや、ちすごいね、海物語は。海物語はすごい。あー、また来た。あー、もう、あー、参加。あー、ちょっと、こーって再始動とかすればいいのに。あー、今日、あー、また来た。あー、違う。もうロングヘア、ショートやのに来たと思っちゃうのがもうダメだ。いや、めっちゃおもろい。あー、惜しいね。あー、疲れた。でも今日もはしゃぎすぎて疲れました。財布を忘れずに帰らないと。あの、海打ってるとね、すげえ疲れるんすよ、意外と。あの、いつもさ、他の機種って、まあ、カスタマイズするからかもしれないんですけど、まあ、そのカスタマイズしたやつを待つじゃない。だから、出会う時、カスタマイズしてないのが時が出ない時は、もうほんまにボーっと口開いて打ってるだけなんで。海疲れる。しまったー、音符先生出てたんかな。やりました、びっくりしましたけど。もう一回、ババアのもう一回でした。さあ、いくぜ。本日おそらく最後の確率変動だと思います。ありがとう。なんもない。うわー、これってどうなんや。これって多分当たりの確認だと思います、多分な。はい、あれ、じゃあ外れんのかな。多分あれ当たれば確変だと思うんですよね。やっぱ4止まんないよね。あら、あら、マキコさん、あら、マキコさんやりました。今日は豪華頑張っております。まあなあ、哺乳類やからなあ。はい、よし、回る。はい、くー
のデイズー当たるよね。よし、いくぜ。金魚くんでもいいぞ。頼むぞ。カズマ。よし。ああダメだ、来ちゃった。一個すべてどうなんやろうな。はあ。はあ。よっしゃ。三で当たります。カズマさよならホームラン、おめでとう、ありがとう、最高です。今のは美しい決まり方でしたね。あ、秋広さん、あ、来た。おー、同時です。多分当たれば変だと思いますよ。止まんね。あらあら、止まりませんね。巨人打線、火のついた巨人打線、どうします。当たったかい。はい、これで四季の骨。よし、ありがとう、書いて。よし、ありがとう。はい、実践終了です。投資が26,000円、出玉が25,033玉なので、定玉が18,533玉と、今回も島スターを踊らせていただきました。楽しかった、今日も。最後覚えたんですけど、魚群 100% のトレジャーで先読み少なめ、あれめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ、やっていただけたらなと思っております。近江5は本当にいい台なので、これからもどんどん打っていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いいたします。はい、あー薄いっちゃったのに。あわー、でもあ、ありとやめました、仮面にしました。それでは皆様、次お会いする時まで、健やかにお過ごしください。よろしかったらチャンネル登録、チャンネル高評価お願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。さよなら、ありがとうございました。